まあ、僕がこう入部したのって、まあ、あの知ってる人もいると思うんだけど、途中入部なので。で、まあ、それで僕が入った理由っていうのをなんかもう、まあ、思い出してみたんだけど、まあ、これなんで入ったかっていうと、まあ、僕が試合を、ラッシャーズの試合を実際観客席に立って見てた時に、本当にめちゃめちゃ、ラッシャーズっていうチームがめちゃめちゃかっこよくて、本当にここに、こう、観客席にいるだけじゃなくて、まあ、自分も、こう、この選手と、このチームの一員として、まあ、選手として戦いたいと思って、このチームに入りました。で、まあ、なんでかっていうと、まあ、その見た試合っていうのが、僕が1年生の頃の慶応戦、初戦の、アッキーリーグ初戦の慶応戦、その時に、その試合って、確か立教がもう、本当何十年かぶりに慶応に勝った試合で、もう本当にその、なんていうの、1プレー1プレーっていうのが、全くルールとか自分その頃全く分かってなかったんだけど、もうめちゃめちゃ面白かったし、めちゃめちゃかっこよかった。で、まあ何がこう自分の中で一番印象に残ってるかって考えた時に、やっぱり観客席の姿が本当にすごかった。今こうコロナ禍っていう中で、まあ頭秋リーグの試合も、観客席には多分人はいないと思うけれども、まあ秋、僕がこう観客席にいた頃って、本当にたくさんの応援の人がいて、で、応援団ももちろんいて、もうとてつもないぐらいの声量で、自分たちのラッシャーズを応援してた、まあ、俺も含めて。まあ、そういった姿っていうのが、本当に俺は印象に残ってて、でこんなに応援されるチームに、こんなにこう、なんていうの、日本一っていう高い目標に向けて、こうみんなで戦ってるってこと、こう、どれだけ素晴らしいことなのかなって、すごいその時思って、まあ、自分も、まあ、変えたいと思って入部したんだけれども、まあ、こう、今結構練習、まあ、なんていうか、結構辛い練習もある中で、まあ、なんかこう多分結構なんていうか自分一人になっちゃうときって絶対あると思う。自分がミスしたりいいプレーしたりこうだけどもそれって、まあ、もちろん悪いときってめちゃめちゃへこむし、まあ、それはもちろんまあしょうがないことだと思うんだけれども絶対その先にあるのってチームの応援自分たち、まあ、もちろん自分たち勝って嬉しいけれどもそれ以上に喜んでくれる応援席観客にいる方々も絶対多いと思う。めちゃめちゃいると思う。OB を含めて普通のファンの方も含めてで、まあ、そういった方々も含めて、やっぱりこう、自分たちっていうのは絶対勝たなければいけないと思う。そういう人たちの分。ただ単に、こう、成績として勝ちたいっていうのじゃなくて、応援してくださる方々のためであったり、本当に、こう、なんていうの、こう、本当に自分たちには知らないぐらいの応援してくれる方々がいっぱいいるっていうことを、まあ、もう一度みんなで思い出してもらいたいなと思います。で、こうやって自分みたいに、僕みたいに、こう、憧れて、来年とかも入ってくる子もいると思うし、まあ、そういった人たちに向けても、まあ、僕たちが、今度中央法制日大あるけれども、これ絶対に、なんていうか、勝たなければいけない試合だと思う。この前、オリンピック見てて、スポーツの力ってやっぱすごいなと思って、まあ、パラリンピックもオリンピックも含めて、本当にスポーツの力でも、まあ、結構コロナ禍っていう中でもあるけれども、まあ、本当に勇気づけられる、元気づけられることってめちゃめちゃあると思う。それ俺たちの試合でも絶対そうだと思う。この俺たちの試合を見て、勇気づけられたり、本当に嬉しいと思ってくれる人もたくさんいるから、まあ、結構感じが加算したんだけれども、まあ、こう決して今結構辛い練習あると思うけれども、絶対それが、その先にあるのは、まあ、勝利っていうものだ、まあ、勝利もめちゃめちゃ大事なんだけれども、勝利っていうものだけじゃなくて、応援してくださる方々の笑顔っていうのも絶対あると思うから、まあ、そこも含めて、みんなもう一度、こう、本当に勝ちにこだわって、この練習、25日までいい内容でできるように、本当に、8人でやっていきましょう。OK。